はい、どうも、マッシュです。こんばんは、今回もですね、キングダム七フラやっていきたいと思います。先にですね、今、領土戦中で、領土戦中で、ですね、で、新しいお知らせが来てるんで、ちょっとそれもご紹介していこうかなと思っております。演武将、海翼出陣ということでですね、海翼、火燎天、猛騎、ピックアップ、プレミアムガシャを配信します。まあ、さらに昌平君、猛武を引き続きですね。内容見ますか。内容は一緒。内容は別にいいか。この武将ですね。海翼、主戦の、策略。合唱戦の時に、最後の城のとこがあるんですよね。ちょっと何巻か忘れましたけど、漫画撮ってみますか。31巻ですね。漫画31巻に登場する、ですね、塞という城を最後守るんですよね。李牧たちが攻めてくるんですけど、六国がですね、そこから守るために、守るときに昌平君の軍が来るんですよ。でそこからですね、城を守るために、来る武将ですね。ちょっと待ってくださいね。どこだ？お、ないな。もういっか。この辺だったかな。まあ忘れたんですけど、まあ、とりあえずここで火翼出てくるんですよね。この辺やと思うんやけどな。どこやろ。31巻ちょっと忘れましたね。あ、出てこんな。30巻だった気がしますけど、ね、あれないね。多分ここやと思うんだけどな。あ、ここ。こうです。この武将ですね。総司令、昌平君が側近、海翼以下100名、主のために援軍に馳せ、参じましてございますと。ここです。の時の話ですね、多分これが。で、常時、自軍全体に被害軽減を付与。これ、最高ですね。対象技能は、自軍に女性武将が多いほど効果がアップ。ってことは、自分もいないですね、多分。女性武将あんま持ってないですね。で、個人技能が、自軍に武器種、縁武将が一人の時、自軍全体の防御力が上昇。支援技能は、支援対象に通常攻撃被害軽減を付与。必殺技、自軍全体の HP を回復するとともに、自軍の残り HP が最も少ない武将に被害無効。あ、これ最強っすね。これ史上戦最強のキャラ来ましたね。海翼。あー、これはちょっと捕まえんといけんなー。てな感じで、明日からですね。明日って言ったら、多分これ明日からでしょ。12月15日、今日14日なんで、14日月曜日なんで、今日は明日の2時より始まるんで、まあね、海翼は持っててもいい武将だと思いますので、ぜひ引いてください。僕は多分引くと思います。石も63個とチケット10枚持ってるんで、20連できるんで、その動画もね、まあ更新していきたいと思います。で、今回はですね、まあもちろん、まあガシャ動画なんですけど、まあ余ったやつですね。あ、今、狩猟戦なんで、あ、狩猟戦じゃない、領土戦ですね。で、インガシャね。まあ、300、銀300、金500、6インが
100なんで、人3、4、5、8、9、9連ですね。9連。ちょっとやっていこうと思います。それでは、いきますよ。いやー。ちなみにね、欲しい武将なんですけど、欲しいのは、結構いるんですけど、これいいっすね、所持が。あ、この王翦とかっすね。あ、これじゃねえ。この王翦じゃない。あ、猛虎も欲しいっすね。この猛虎もいいっすね。これやったかな。防御力倍加。地上戦で欲しい武将が欲しいです。あと、炎武将の、炎武将の将、どれだったかな。まあ、いろいろ欲しい武将いっぱいいますよ。正直。全然当たんないですね。どこにおるんやか。全然持ってないですもん。ほら、ここら辺とか全然。あ、これ。この章。自軍、所属国、真、攻撃力、防御力アップ。これ最高っすよね。自軍最も現在 HP が少ない武将に被害無効。被害無効っすよ。必殺技打つたんびに。これ最強でしょ。で、対象技能が攻撃速度倍加、HP 半減。HP 半減って、そいつの武将の HP が半分減るってことですかね。まあそういうことでしょうね。でも個人技能、攻撃力、城攻撃力特大なんで、まあ領土戦には持ってこいっすよね、こいつ。今ほんとナウ、今ナウトゥーで。で、支援技能が、対攻撃力、大。最高っすよ、マジで。これは強いっす。これ欲しいっすもん、マジで。まあ、選べるかしらではないんで。まあね。まあ、早速やっていきますか。まず星4から。星4以上。まあ、この星4以上でも、星5、星6とか出るんで、まあいいかもしれないですね。じゃあ早速いきますか。ポチッと。いやー、頼むよ。これね、全部星6来たら最高っす。まあ、これもう星4確定なんで、星4武将は全部多分もう持って突後までしてます。なんでまあ、どれ引いてもアイテムに変わるだけなんで。まあ、だから星5、星6欲しいですね。白鬼祭。白鬼祭持ってまーす。じゃあ次。ここはもう、じゃかじゃかいっていいっす。一番の目玉はやっぱね、星6んとこなんで。うおー、来るか。来るか。リゲン。てててれ。じゃあ次。いきますよ。おっ、これちょっとワンチャンあるかも。ワンチャンあるかもよ。あー、光るかも。星5まで来そうだね、これ。あー、なかった。星4。火燎天なりー。吹きやプシュプシュ。吹きやプシュプシュ。火燎天、国費の住人。はい。星音は以上ですね。星5、5回チャンスあるっす、5回。なんでまあ、いけるかもしれんね。ワンチャンある。頼む。これで星6一体出たら熱いね。星6一体出て、もうそれで満足。星5やね。俺と星5っすね。うわ、星5また火燎天や。星5火燎天。我が名は火燎天なり。戦場への憧れ。この時の火燎天可愛いっすよね。うい、2回目。金っぽい。あえ、お、あるか。あー、なかったね。うわー、ちょっと緊張した今。惜しかったね、今。ちょっと一瞬面白くと思ったけど。
これは六尾身。六尾身もマックスですね、多分。まあ、なんで、アイテムゲットっす。星5以上はもう激アツっすね。かぶりウェルカム。あ、星5っすね、これ多分。あ、いった、星6欲しいっす。いっただけでいい。満足じゃねえや。ほい。ほい。光れ。光れ。あー、あっちゃ。あっちゃ。え、また六尾身好きやね、六尾身。もういい喜び、もうマックスやろ。ういー、あと2回。うわー、渋いね、ちょっと。まあ、渋くはないか。もう因果者なんでね、これ。当たればラッキーぐらいです。あー、カルオテンと六尾身しか出ないの、星5。カルオテンなりで、ラスト、星5ラスト。あ、黒くならず。黒くならず。ここも黒くならず。これ星5っぽいね。あ、ごめん、飛ばしちゃった。もう大きい。星5も大きいっすね。天の兄弟子。あ、弟子？兄弟子か。天の兄弟弟子で。天の兄弟子。あ、出らんかったっす。じゃあ最後ね。ピシャッと。星6で決めたいと思います。行きましょうか。蒸気を消費して1回ガシャを引きますか。当たろうよ。黒、星6確定。これサムネ。試合行くぜ。黒い鳥来ました。いけいけ。シーン、一番渋い。4突、これで4突っす。これまあ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 、でもかぶりは OK なんで、覚醒シーンでしたね。はい、ということでですね、まあちょっと渋かったですけどね。こうやって遊べば遊ぶほどこうやって印がもらえてガシャが引けるんですよ。だから別に正直課金せんでもまあまあいい武将とかもゲットできるんで、まあいいアプリだと思いますよ。ぜひね、キングダム好きな方はね、ぜひやっていただければと思います。今明日まで領土戦やってるんでね、そちらの方もやっていただいて、いろいろアイテムゲットして強くなっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。